さあこれどちらがアルフィノとアリゼなのか分かるんですかね。 Wait, do you know which one's Alize and which one's Alfino? まあプレイヤーの方々がよくブログなどで違いを挙げてくださっているのは目にするので、おそらく伝わっているのではないかと私は思っているんですけれども、まあこれって、まあ、制作コストの都合も込み込みでちょっと都合のいいキャラクターっていうところもあります。いや、まあ、何の話をしているかというとアーレルブリボーンをこう世に出すために限られた時間で作っていかなきゃいけなかった時に、あと一人しか作るコストがない NPC を、でもどうしても役目を持ってるキャラクターが二人欲しい。 But we actually needed two. 双子にして、 So let's make them twins. 一人分のコストで作ってくれっていう。 So yes, cost of one, two characters. And that was the direction that was given to me.だ顔の唇とか微妙なところだけ。So if you look very closely, you can see parts like the lips are just a little bit different. あと目がとても優しい方がアリゼちゃん。And then if you look at the eyes, the ones that have the more gentle eyes is Alize. でこうフィニッシュされてったわけですね。And this is the finished product.